清正、待て。バカか、なぜ分からん。家康の野心は明白だ。奴を撃たねば豊臣が、俺たちの家がなくなるのだ。頭使えよバカ、よく考えろ。俺らと奴の実力を、人脈を、志望を、その差を今奴と戦ってぶち壊れるのは何だ。お前か、俺か。俺らの家だろうか。清正、聞け。俺は何が言いたい。言ってみろよ、いつもの調子で。